はい、どうもゴリスポです。今日は人生初の車にポリッシャーやってみたいと思います。あとはこっちですね、ポリッシャー専用のワックスです。シャインポリッシュワックスが、商品名らしいです。自分の車の状態を見てみます。ちなみに先ほど、洗車しました。洗車したら雨が降ってきました。こんな感じですね。はい、ちょっと雨の影響で、特に傷、ここら辺すごいことになっていると思います。映ってると思います。お前はなんと水長剣の霊かっていうぐらいに傷だらけ。あとはここら辺ですね、もう10年以上ノーワックスの車の、ちょっとその一部が見れると思います。全くツヤなしですね。はい、雨降ってきちゃったからな。こんな感じですね、汚れ方。これを一皮むいてやろうと思います。あと傷といえば、映るかな。あ、そう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 、ここら辺の傷、自分洗車失敗して傷つけてしまいました。これが消えるかどうか、やっていきたいと思います。はい、これ説明書にはなかったですけど、よく振ってっていうのは基本だと思います。そしてこのバフですねに十字を書く、ドロドロですね。もうまさに液体の、よいしょ。はい、それでは施工してみたいと思います。ねちょーっとした感じです。ねちょーって感じですね。2回言ってしまいました。はい、1回目の施工ですね。それでちょっと1回拭き取ってみたいと思います。全然取れねえ。マジかこれ。なんだやっぱ俺のちょっと、自分のは買って1年ぐらいちょっと経っちゃったんで参考にならないかもしれないです。これ拭き取れない。あー、ちょっと無理だな。ガチで拭き取れません。指先で強くね、力あれすればここに拭き取れるんですが、もうボツネタです、いきなり。これからブードゥーライドのシルクを使っていきたいと思います。はい、一応動画にしときますね。まずシルクを適量垂らします。垂らない、こんな感じですね。で伸ばしていくっていう感じです。垂らしてそれをくる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 回しちゃいけないかもしれないですけど、全体的に、やりますね。はい、であとは拭き取るだけです。以上です。はい、一応拭き取り動画も撮っといた方がいいかなと思って拭き取ります。シルクだったら割と簡単に落とせますね。ただ2回ぐらい施工しないとダメかもしれないですね。そしてツヤはもうこれシルクの動画なんだかあれなんだか分かんなくなっちゃう。ツヤはツヤツヤです、当然。はい、あとはもうちょっとどうしようか考えてみます。全然残ってますね、こういうところ。はい、ポツ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 。これだとこっちもこっちも変わりませんって感じになっちゃいますね。とにかく自分がやりたいのは、ワックスがどうのこうの、輝きがどうのこうのじゃなくて、一皮剥きたいんです。一皮剥いてこういうやつらを削り落としたいんです。これですね。ちなみにシルクと、ポリッシャーの動画は出してる人います。その効果は絶大です。もともとシルク自体がものすごいんでね。自分はもうピカールを使ってしまいたいと思います。今からポリッシャー&ピカール施工になります。はい、ガチでピカールいきます。こんな感じかな。やばいな、なんかあんまりよろしくない。
ちょっと危険を感じるのでピカールとシルクをちょいちょい、よいしょ、ピカールが飛んでんかな。ピカール2回目の施工ですね。これを落としていきたいと思います。あんまり綺麗には落ちないですね。はい、あんまり綺麗には落ちないけど、最初のあのなんだポリッシャーワックス、あれよりは全然落ちますね。ズコズコ落ち、ズコズコ落ちます。はい、ピカールとポリッシャーの組み合わせ3回目の施工です。そして3回目、全然拭き取れなくなっちゃいました。この何でしたっけ、 ピカールが、しょうがないからシルクを使って汚れを落としたいと思います。はい、びっくりですね。シルクで施工するとこんなに簡単に拭き取れるようになります。もはやシルクは魔法ですね。はい、ただまだちょっとこういうとこきつい。シルク2回施工すれば綺麗になると思います。はい、自分の肉眼でははっきりわかりますが、こっち施工してない側と向こう施工した側、艶が全然違うと思います。あとは汚れ落ちですね。さすがにピカールですからね、全体的にこんな感じで、汚れてます。はい、ここら辺とここら辺の差全然違うとは思いますが、さすがにピカールでも絶対落とせないものがここら辺ですね。あ、自分が映っちゃって分かんなくなっちゃう。映ってるかな。ウォータースポットですね。ウォータースポットはへっこんでるんで落とせません。ピカールでいくら磨いても塗装がなくなっちゃいますね。はい、これを落とそうと思うと、あともう一つはここ、これは鳥のうんちですね、を長時間放置すると、なんだ塗装に入り込んでしまうよっていう、そういう例ですね。はい、ただ綺麗にはなったと思います。ものすごい綺麗になったと自分の目では思います。こちら側とこちら側。あと思ったのは、自分せっかくピカール使ってるんで、これですね、車のヘッドライト、ピカールで、これは洗車機の、あれですね、ブラシの傷ですね。10年以上洗車機回してたんで、今までは、このザラザラがどれぐらい取れるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。左右同じ感じですね。なので、施工後左右比較して、これだけ綺麗になったっていうのをやってみたいと思います。一応ペーパーはかけないです。あくまでポリッシャーとピカールのみで一発磨いていきたいと思います。はい、ピカールとポリッシャーの凄さ、2つの組み合わせの凄さが分かる動画だと思います。未施工ですね。そして、なんとなく黄ばんでます。これがわずか10分ぐらいの作業でこんなに変わっちゃいました。何もしてないです。本当にポリッシャーとピカールだけです。はい、で10分ぐらい施工にして3回4回かけたかな。はい、でここまで綺麗になっちゃいました。もう左右全然別物だと思います。こんな感じで、あとはもう両方こっち側もやんなくちゃいけないんで、今日は動画これで終了といたします。ポリッシャーとピカールの凄さが分かった。あ、そしてあとはやっぱりこれも必要でしたね。はい、ブードゥーライド、シルク、これがないと、なんだっけ、ピカールが取れませんでした。はい、以上です。